どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ブラックマジシャンデッキ、ちょっと一風変わったブラックマジシャンデッキを、ご紹介していきましょう。 DSOD 表遊戯さんのね、この新スキル、土の巨人というスキル、皆さんご存知でしょうか。これ自分の場にブラックマジシャンさんが、いらっしゃる場合に、フィールドに置けるっていう、2000ライフ、以下の場合、2000ライフ以下の場合に、フィールドに1枚このメタモルクレイフォートレスっていうトラップモンスターとして扱えるこのモンスターを置けるんですよ。で、これリンクス特有に置くっていう概念なんですけども、これ置いたターンに発動ができます。トラップカードなんですけどね、これなんかね、謎の概念で、置くっていう概念は置いたターンにトラップカード使えるんですよ。なんで結構ね、追撃ができるんですね。で、このメタモルクレイフォートレス、どういうモンスターかっていうと、映画版でブルーアイズだったかカオスマックスだったか、ちょっとよく覚えてないんだけど、ブルーアイズかなんかにブラックマジシャンが攻撃されて、でメタモルクレイフォートレス発動して、なんかブラックマジシャン装備してなんか出てきた、なんか岩石族のトラップモンスターなんですよ。で、これ効果が結構ね、そこそこ強いんですよね。フィールドのモンスターレベル4以上のね、モンスターを装備してトラップモンスターになるよと。で、装備モンスターの攻守分打点がアップするよっていう、そういう、モンスターなんですよ。だからブラックマジシャンを装備した場合は、3500とかまで、打点上がるんですよね。結構ね、ブルーアイズとかを倒せる打点になるんですよ、この岩石族は。結構楽しいんですけども、これをスキル、このスキルを今日は使っていきたいっていうだけです、簡単に言うと。で、ここにも書いてある通り、相手のフィールド上に攻撃力が3000以上のドラゴン族モンスター、要するにはブルーアイズとかカオスマックスとか地形のモンスターが存在する場合、このスキルはライフポイントに関係なく使用できるってことで、もう完全に映画再現できるんですよ。ブルーアイズ出してくれって祈るのみ。ブルーアイズ出してくれたら、もう完全にこのスキル使用できるんで、即座にお買い得のスキルになってくるんでね。で、ギミックはね、もうね、本当に簡単で、ブラックマジシャンを出せるギミックであれば本当何でもいいんですけど、単純に普通にマップ魔導陣とナビゲートが一番早いかなと思って、これにします。あとね、2000ライフを一応減らすと結構いいことが、要はスキルの関係上あるんで、ベールとかコズミックサイクロンをガン積みして、自称したいと。でね、カーテンが一応関連カードにあると思うんですけども、この、クロマイツのカーテン、これはね、やっぱりね、そんなに強くないね。使ってたんですけど、これ一応入れて使ってたんだけど、これあんま強くない。やっぱりね、召喚判定書が特殊召喚できないとかいう効果ついちゃってるんで、これね、先行所定とかだったとか高校初手とかだったらいいけど、やっぱ結局ロットから入りたいんで、基本的にはだからあんま使わねえんだよなこれ。なのでもうガン積みするとかいう人だったらいいと思うけど、あんまり僕はこのカードそんなに好きじゃないんで、このやっぱ制約が。なんでスキルとは相性がいいけど、俺はコズミックサイクロンとかビエルの方が強いと思ってて、こっちにしてるっていう感じですね。はい、というわけで早速ね、メタモルクレイフォートレスの、ブラックマジシャン出して連打できるその巨人の力見せていきたいなと思います。デュエルスタンバイ、行くぜ。カイバ君、行くよ。カイバ君、王の魂を蘇らせ合戦だぜ。アテムは呼び出すことができるんでしょうかね。 ATM さんは映画のダークサイドオブディメンションズワールドの最後のシーン、あれ、今でもよく覚えてるんですけど、あれなんかセリフ欲しかったですよね。なんかセリフ欲しいなってなんか思った記憶めっちゃあって、なんか何も喋んないんですよね。あれ、王様なんかパーンって光がパーンってきて降臨して、なんかマハードドローして、マハードでバーってぶん殴って勝つんだけど、ブルーアイズじゃん。来た、これ映画、あ、映画対決だ。来た、ブルーアイズ VS ブラックマジシャンっていうクソ激アツ展開を見せてくれるぜ。あれマジでセリフ欲しかったなって今でも思ってる。皆さんはどうですか。私はですね、なんか一言でいいから、またしたな会話みたいなことを言って欲しかったなっていうのちょっとあるんだけど、めっちゃ強いハンドで、こうしてで黒の魔導陣を発動、黒の魔導陣の効果、おええやん。これブラックじゃねえや、マジックエクスパンドめっちゃええやん。これさ、思うんだけどさ、
マジックエクスパンドってさ、なんでブラックついてないの？黒魔導強化って書いてさ、マジックエクスパンドってさ、送り仮名おかしくない？送り仮名どうなってんのこれ送り仮名どういう状態これ？たらあれなんだよな、あのブラックマジシャンがいないとね、あのスキルが発動できないんで、まず1回ブラックマジシャンを出す必要があるんですけど、ただライフポイントは削られなくてもあの使えるんで、スキル的には。あとはまあブラックマジック、ブラックマジックじゃない、マジックエクスパンドがなんとか、あー構図ない、 OK、 マジックエクスパンドが使えればまあ3500になるんで、まあ多分なんとかなるかなって感じなんですけど、これね、これよく意味が分かんないんだよね。そのブラックマジックエクスパンドじゃないの、マジックエクスパンドってどういう送りかな。黒ってついとるやんけ。で、マジシャンズナビゲート発動、マジシャンズナビゲートの効果、ブラックマジシャンを特殊召喚し、はい来い、僕のデッキの切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン、行きよ海馬くん、海馬くん帰り討ちにしてあげるよ海馬くん。ブラックマジシャンを2体特殊召喚、来いブラックマジシャン、行くよ海馬くん。黒の魔導陣の効果は発動、ブルーアイズホワイトドラゴンをゲームから除外、さあ殴ってこい、さあ殴ってこいよわがみ、さあなかなかやるな、ビビったか、ビビったか。さてはスキル発動、土の巨人、僕は負けるわけにはいかないんだ、ブラックマジック。あ、なんかこクリボルかな、ボールかなんかありますかねこれね、ボールありますこれ、ボールくらいであれば全然いいですよ、全然いいです、オネストじゃなければいいです、オネストじゃなければ全然大丈夫。さあ来い、ダメージステップ、マジックエクスパンド発動、ブラックマジシャンを対象に取り500ポイントのダメージを与え、さらにブラックマジック2連打、うおそしてメタモノクレイフォートレスの効果を発動、フィードのブラックマジシャンを装備カード扱いとし、自身を特殊召喚し装備していく、いっけー、メタモルクレイフォートレスパーンチ、あクリボール OK、 さあ終了するぜ、めちゃめちゃ強いぜ、3500は困るだろう、さすがに白き霊竜とかでさ、ちょっとメタモルクレイフォートレス除外とかいう展開だけはほんまにやめてほしいと思うそれだけマジでやめてくんないから。ドラゴン目覚めせ列、あー何これは、いやでも言うて闇属性、これ闇属性してるさ、危ねえ、これ無効にできるわ、神ゲーやったわ、はい神ゲー、はい神ゲーはい、手札が2枚失っただけ、手札を2枚捨てただけ、神ゲーすぎ。で太古の白石除外してブルーアイズ回収していく、 OK OK、 でも出せないでしょそれ、おー何コスモブレインだこれ、わあ何やるな、コスモブレインで、ブラックマジシャン、あでもこれあれか、ちょっとブラックマジシャンしか殴れない、ブラックマジシャンがやられていく、ブラックマジシャンはやられていく、いいでしょう、残りライフポイントは1000だから、あとはモンスター、お何、あそういうことか、なるほど、で自身を、リリースしてブルーアイズを出し、オルタラティブになるってことだこれ、オルタラティブになるってことこれ、やばい、フォートレスか、フォートレス逃げろ、フォートレス、やったー、くっそー、やるな海馬くん、ドロー、最強だった、最強だった黒のベールの、黒マジのベールの効果を発動、もちろんブラックマジシャンを特殊召喚、現れよブラックマジシャン、黒の魔導陣の効果を発動、全然映画で使ってこないカードがめっちゃ活躍してるけど黒の魔導陣とかいうカード強すぎんだな、これ遊戯さんこのカード1回も使ってませんからね。さあお相手の方、お10代くん、いやきすぎきすぎ、ブラックマジシャン、どんだけブラックマジシャン来る、ふざけんなよお前、俺のこと好きすぎるだろ、どういうこと、マジブラックマジシャン3枚ってやばいだろこれ、手札1枚スタートですから、実質手札が1枚スタート、
コズミックサイクロンは幸いない。オッケー、コズミックなかったらいける。言うまでオッケー、全然いい全然いい全然いい全然オッケー、オッケー、助けるともオッケー、了承、ネオースフュージョン了承。ブラックマジシャン2体マジでやべえんだよな。ブラックマジシャン2体はガチでやべえ。はいはい、ネオースフュージョンオッケー。で何を、え、これでさ、タックルセイダーみたいなさ、賢者みたいなこと、あぶねえ、よかった。タックルで、ね、魔導値戻されるってことありますからね。で、マジシャンズナビゲートの効果を発動、ブラックマジシャンを特殊召喚し、これあれですね、あの装備アホが、装備されちゃうとあの対象に取れなくなっちゃうんで、で、回復ロットでもいいか、ロットでいいや、ロットでいいや、ロットどうせやられるで、黒の魔導陣効果で、ブレイブネオスどっか行かせる、オッケー、これでフェイバリットネオスは回避で、セットオッケー、それ殴られるのか、あ、了承、それは了承、オッケー、ドロー、なるほど、黒の魔導陣の効果は発動、黒の魔導陣の効果、手札に黒の魔導陣を加える、どんだけこれ、どういう状態これ魔導陣3枚とさ、ブラックマジシャン3体、どういうことこれ、どういうシャッフルプログラム組んでんだよコナミ、おいコナミ、単収ロスするしかない、おいコナミ何が起きてんだよこれ、スリーカード2個じゃん、どういうことこれ、ちょコナミほんとちゃんとして、ミラクルコンタクトこれ止めるしかないな、ミラクルコンタクト止めるしかない、多分俺の読みだとあの手札1枚はフェイバリットヒーローやから、どでかいヒーローを立てられさえしなければなんとかなる、使いまであんだこれ、ワンチャン使いまである、で、ブラックマジシャンリリース、おい、オッケー、これでもう死んだら知らん、俺はこれで俺は死んだら知らん、もうそれに関してほんま知らん、ムーンライトクリムゾンホックス、オッケー、バトルオッケー、なるほどな、バトルオッケー、なるほどな、なるほど、で俺が何をドローするかって話だったけども、あ、ロットとかめっちゃ固まりすぎだろ、どんだけ固まってんだよ、まあナビゲートしかないのな、ナビゲート、ナビゲートで、ナビゲートでターン終了していく、で殴られる、200ダメージ食らう、200ダメージはめっちゃいい、200ダメージはめっちゃいい、逆に2000ライフ減るっていう状態になるから、200はめっちゃいい、あ、大丈夫、今ヒーローだから大丈夫、今ヒーローが他にいないから大丈夫、オッケー、でエアーマンでエアーかな、ネオスか、オッケー、いいだろ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 、そこまではいい、そこまではいい、大丈夫、んだ、バトルもオッケー、殴ってきて200ダメージ、オッケー、でかい、これはこの200ダメージはでかい、この200ダメージはでかいぞ、殴られていく、でバトルステップ、マジシャンズナビゲート発動、マジシャンズナビゲートの効果によってコズミックサイクロン、なるほど、あー、あー、そういうことか、なるほど、オッケーオッケーオッケー、ジン2枚発動しててよかったね、ブラックマジシャン特殊召喚していく、ブラックマジシャン特殊召喚していく、でブラックマジシャン特殊召喚し、そしてこれは回空でいいか、ロットでいいな、別にロットでいいぞ、どうせ流れるロットでいい、で魔導陣の効果発動、さあそのセットカードを除外させた後、さあマジシャンズロット効果、マジシャンズロットをリリースし、マジシャンズロットを手札に加えるぜ、よし、マスク、え、発動すればよかったのに、ブラストないんかな、ブラストないのか、発動すればあったのに、危ない、なんか知んないけど、なんでか知らんけど、なんかいける、でこうで、スキル発動、土の巨人来た、いけ、でバトル、はい、これで、はい、よっしゃ、入れよ巨人、さあ助けると思う、使えるもんだったら使ってみやがれ、おりゃー、マスクなんで使わなかったんだろう、ブラスト持ってないんかな、カイバくん、デュエルだカイバくん、
てかさ、ちょ、なんでこうなっちゃうの、手札が。なんでこうなっちゃうの。ブラックマジシャン使うと、ほんとマジでポーカーしてるみたいになるんだけど。ほんまにポーカーゲー。太鼓強っ。調和の放射太鼓強っ。まあ、よかったわ、でも。あれで。高校で。まあ、先行でね。展開した後に白切れるとか やられたらたまったもんじゃないからね。さあ、あとは、私は何を引いたら一番強いかな。ブルーアイズがいるとね、ブラックマジシャンがいるとね、メタモルフォードレス出てくるんで、あー、なるほど。はいはいはい、OK。で、コスモブレインで OK。ブルーアイズか。なるほど。オルタナティブに、あ、そっちなんやな。あ、新キロか。はははは、なるほどですね。了解です。はい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 。ブルーアイズ、初期 A、いいね。なんかさ、初期 A のさ、ブルーアイズってさ、俺なんか1枚とかしか持ってないんだけど、なんで？なんかどこでゲットできるのこれ。俺なんかさ、みんな3枚持ってるじゃん、このブルーアイズ。なんか俺1枚しか持ってないんだよね、俺。1枚か2枚か。3枚どこでゲットしたの？チーターか？白木、太鼓の白石の効果。はいはいはい。で、ブルーアイズ、オッケー。あ、強いな。3000超えにくいんだよな、このデッキ。なるほどね。バカほど弱いな、これ。バカ弱い。弱っ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 、これ。これちょっと魂の攻撃表示だ。魂の攻撃表示。魂の攻撃表示。魂のブラックセット。魂のブラックセット。ターン終了していく。あ、待って。でも待って。これさ、あ、間違えた。これ、魔導陣セットしたら次、もし、でも生き残んねえか、これ。さすがに。これマジで鬼事故やんけ。これがあるからブラックマジシャン嫌なんだよな。剣士オッケー。いいでしょう。はいはい。で、太鼓も白石。これがあるからね、ブラックマジシャンっていうのに嫌なんですよね。てか今普通にね、2枚伏せたのマジでプレミですね。単純に。調和の方を指す。どんだけする？どんだけ調和する？どんだけ突き回す？どんだけ引く？クソ弱いな、そして俺のハンド。こんな弱いことある？こんな弱いことあります？ハンド弱すぎだろ。アホか。どんだけ弱い。カードアドバンス。やばいもん入ってんな。これどういうことだ。やばいもん入ってる。じゃ、早くとどめさせや。早くとどめさせや。何をしとん。新居して。ドラッグオンバーミルも出せ。砂時光んないやろ。オルタナティブになって、で、破壊して、で、シンクロ召喚だよ。分かってるか、ファイバー。もう、早殺してくれ。オルタナティブ OK。はい。で、ドラッグオンバーミルするんでしょ。分かってんだよな、それ。OK。クソ事故ったわ。まあ、こういうこともね、あります。こういうこともあります。で、ブルーアイズ回収 OK。はいはいはい、OK。OK？ 取引。なるほど。何がしたいの？これは一体何がしたい？どんだけドロソス入ってんのこれ。調和と暗黒界の取引やりすぎじゃないこれ。カードアドバンス？やべえこと起きたわ。やべえこと起きたんだけど。え？映画じゃん。映画かよ。映画じゃねえか。地面ドローじゃんこれ。てー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 て